自分の体を外から見る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだな。君はエデン症候群の未知なる症状の発症者、イレギュラーな被害者なのだろう。それが分かっただけでも成果はまずまずとしておこう。調査は焦ってはいけない。慌ててもいけない。急ぎすぎても急がせすぎてもいけない。ただひたすらに粘り強く鉄頭鉄尾堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ。父の言葉だ。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか。君の身に何が起きたのか真相を知りたくはないか。では決まりだな。私の助手としてここで働きたまえ。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件のように仕事をこなしていくうちに手がかりもつかめるだろう。安心しなさい。君の素質は私が保証する。ついでに当面の衣食住もね。君の能力は電脳絡みの事件の調査にこれ以上のない適性を示している。期待している。よし、契約成立だな。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。うん、ソファーにかけて待っていたまえ。コーヒーを入れてこよう。我々の前途を祝して乾杯といこうじゃないか。海ぶどう粒あんコーヒー、私の自信作だ。見かけも芸術的だが味も方向もまた格別だぞ。では電脳探偵誕生を祝して乾杯。